えも言われぬ味、そして食感。かつてはそれを食せば命の保証はないと言われていた。しかしそれでも人々は食べ続けてきた。フグ料理、そこには美味しさを追い求めた日本人の歴史が刻まれている。日本食を代表する冬の味覚、まるで芸術作品であるかのように薄く引かれた鉄砂。一体誰がこんな食し方を考え出したのだろう。身も心も温まるてっちり鍋、締めの雑炊が待ち遠しい。コリコリとした食感が楽しめる皮の湯引き、食通たちに人気の高い唐揚げ、無駄がほとんどない美食の王様フグ。しかし愛嬌のある姿形とは裏腹に、人の命を奪うほどの猛毒を有する。私たちはいかにしてこの猛毒を持つフグを食べるようになったのか、多くの犠牲を払いたどり着いた真実とは。今夜は未だ謎多き魚フグを徹底解明、その知られざる生態に秘められた美味しさの秘密に迫ります。キャノンプレゼンツ、近未来創造サイエンス、奇跡の地球物語。奇跡の地球物語は、先進のテクノロジーで人の創造力を支援するキャノンの提供でお送りします。フグ料理の代表格といえば、なんといっても鉄砂、フグ刺し。皿の絵柄が透けるほどの薄さは、なんとおよそ 0.2 ミリ。ポン酢とわけぎ、そしてもみじおろしでいただく。これだけで日本人であることを幸せに感じる人も多いだろう。その包丁さばきをご覧いただこう。ギリギリまで薄く切る、切るというより削ぐというようなさばき方。指の腹と包丁の刃で身を挟むようにして一気に引くのがコツなのだという。フグ専用の包丁はフグ引き包丁と呼ばれている。刃元の厚みおよそ4ミリの刺身包丁に対し、フグ引き包丁はわずか 2.8 ミリ。その薄さはぐにゃりとしなるほどだ。しかしなぜこれほどまでに薄く切る必要があるのだろうか。それはフグの持つ性質や生態に大きく関係している。フグとタイを比較してみよう。タイの身には箸が通るが、フグには箸が通らない。そう、フグは硬いのだ。フグは貴重だから薄く切るのではなくて、普通の刺身の厚さではとても噛み切れないから薄く切っているのだ。この硬さの理由はコラーゲンにある。コラーゲンとはタンパク質の一種で、筋肉繊維などの細胞と細胞をしっかりとつなぎ止めておく働きをする。タイと比較してみると、フグの方がはるかに細かい網目でコラーゲンが構成されているのがわかる。コラーゲンを多く含むフグの皮は大人が引っ張ってみてもなかなか破れない。ではなぜフグはコラーゲンを多く持っているのだろうか。フグの生態を研究している専門家にお話を伺った。コラーゲンをなんでフグがたくさん持つようになった、例えば筋肉の中になんでたくさん持ってるのかっていう、それに対する回答ってのは今のところないんですよね。フグがコラーゲンを蓄えた絶対的な理由は分かっていない。しかし博士はフグにコラーゲンが多く含まれる理由として一つの可能性を教えてくれた。
動物はやっぱり敵に直面すると、まあ、相手を脅かして逃げる隙を作ろうとするんですね。でフグはああいうふうに体を膨らませることができるので敵がびっくりするわけですね。そのように皮膚に皮に伸縮性があるというのは多分コラーゲンがたくさんあるということと関係があるんだと思うんですね。さらに大きく膨らむことのできるフグの体には驚くべき秘密が隠されているのだという。これはフグのレントゲン写真。タイと比べてみよう。実はフグには肋骨がないのだ。もし肋骨があると当然お腹はそれに邪魔されて膨らまないので、まあ、肋骨がないっていうことは多分お腹を膨らませることと関係してだんだん進化を続いて肋骨がなくなってきたのかなというふうに思いますけれども、自らの身を守るための進化、威嚇のために体を適応させてきたフグ。その過程でコラーゲンを蓄えていったと考えられている。彼らの生きるための術が今私たちの舌を楽しませてくれているのだ。山口県下関ハエ止まり市場。ここはフグを専門に取り扱う珍しい市場だ。天然および養殖トラフグの取引量は年間1300トンを超えるのだという。水揚げされたフグは質、大きさごとに選別され競りへとかけられる。けたたましいベルが鳴り、男たちの威勢のいい掛け声とともにフグの競りが始まった。このハエ止まりで行われているフグの競りは袋競りと呼ばれる独特な方式。仲買人と競り人が他者から見えないように袋の中で指を握ることで値段をつけていくのだという。競り人はこう手を開いてるんですよ。で仲買人がこれを指をこう握るんですよ。で1本握ると1万円とか1000円とかで、その魚によってその桁が決まってくる。そのやり方を説明しよう。人差し指を握ると1、2本の指で2、3、4、全ての指を握ると5となる。6以上は引き算、1の指を10に見立ててから4を引き6、10から3を引いて7となるのだ。もともとは着物の袖で競りをしてたんですよね。その名残が残って袋になったらしいです。つまり他社のつけた値段がわからないということ。時期にもよるが、品物が少ない場合、天然で良質なものになると1キロ2万円を超えることもあるという。これは磨きと呼ばれるフグの解体作業。競り落とされたトラフグはこの工程を経て全国に配送される。この時点でもちろん毒のある部分は取り除かれる。トラフグの場合、これらが毒のない部分、もちろんほとんどが食用にされる。そしてこちらが毒のある部分、目や心臓にも毒があるのだ。これが解体後のトラフグ。左側が毒のない部位、右は毒のある部位だ。トラフグの場合、肉、皮、精巣などには毒が含まれていない。皮は背中の黒皮、お腹の白皮ともそれぞれ内側外側の2枚に剥がされる。皮には背中側にも腹側にもトゲがあるので、専用の機械で削ぎ落としてから出荷される。そしてこちらが毒を持つ部位。非常に強い毒を有しているため誰もが処理できるものではない。
フグの毒は、低分子の神経毒でテトロドトキシンという名前がついてます。で神経の伝達を阻害するような毒です。最初は唇とかそれから指手足の先とかそういったところがだんだんこうしびれていく。で最終的には呼吸機能が麻痺してで、呼吸ができなくなって、死に至ることがある。特に肝や卵巣には要注意だ。青酸カリの1000倍とも言われる猛毒テトロドトキシンは加熱しても滅菌しても決して分解されることはないのだという。つまり毒は消えないのだ。フグの処理は各都道府県が定めたフグ処理の資格を持った者だけに許可されている。フグに携わる人々の高い技術と知識によって私たちは安全に冬の美食を堪能できるのである。山口県下関市、この地では縁起を担いでフグのことをフクと呼んでいる。毎年2月9日、この町にある恵比寿神社にて下関フグのより一層の普及と豊漁、航海安全を祈願するフクの日祈願祭が行われる。2月11日には市民がフグと親しむ下関フクの日祭りが開催される。普段はフグの競りが行われる市場にこの日ばかりは多くの人々が訪れる。場内では唐揚げや生鮮食品の販売、無料のフク鍋が振る舞われるなど、老若男女がフグを味わい親しみ楽しみ尽くす祭りなのだ。トゲトゲがすごい。この辺はね、全然ツルツルやんけね。フグの町下関、実はここに至るまでには知られざる長い歴史があった。日本では古くは縄文時代の遺跡から人骨とともにフグの骨が見つかっている。一体どれだけの人が命を落としてきたことだろう。豊臣秀吉はフグ毒にあたり命を落とす者が続出したことからフグ食禁止令を発令したと言われている。しかし人々はフグを食べることをやめなかった。当たれば命はないことからフグのことを鉄砲、その刺身をテッサーなどと隠語で呼びながらひっそりとフグを食べ続けたのだ。かの松尾芭蕉もあらなんともなや、昨日は過ぎて福閉じると恐る恐るフグを食した様子を読んでいる。ではいつどうしてフグが解禁されたのか。そこには日本の歴史に残る出来事とかつての日本のリーダーが大きく関与していた。